カッポレは、俗用、俗曲に合わせて踊る滑稽な踊り。漢字表記は、カツホレ。江戸時代、墨吉大社の墨吉踊りから返事たものであるとされる。白木綿の衣に、丸ぐけの帯、墨染めの腰衣という姿の複数人が、長江の荷がいかさを取り巻いて踊り、その間に掛け合い話を行う芸能である。明治時代に入ると、岩人坊主の放年栽培坊主が、 カッポレの名人として好評を博す。法年祭の人気は黒田清高や西園寺金持ちの屋敷に呼ばれるほどだった。歌舞伎では法年祭から指導を受けた九代目市川段十郎が春が墨空墨吉でカッポレを披露した。カッポレという踊りはもともとひしき手振りにて他の振り事と違い、三味線の間に合わせて規則正しきものならねば、檜の木舞台でかの 岸沢の家元などが一番腕を振って踊り良いように、引こうという念があって引かれた日には、役者は何重にて踊るのに骨が折れてならぬが、これはなぜというに、まさしき規則に合わして、三味線を引けばなり。踊りは、法外なるを規則に束縛すれば自然踊りにくい、わけなり。歌舞伎新報、1886年7月4日やがて、カッポレは、大道芸から、座敷芸へと変化を見せ、 芸儀や奉還なども踊るようになった。日本でのレコードの創世期には、芸儀、奉還、梅坊主、軍楽隊により、盛んに吹き込みがされたが、後、寄せ芸としては、廃れ、落語家が時折余興として披露するのみになる。昭和中期にカルチャーセンターで講座を開講すると、主婦層に人気となった。その結果、江戸カッポレとめ打つ、家元制度が確立され、 伝統的な芸能として、全国的に普及した。落語では、古今帝新潮が寄せで、江戸住吉踊りを踊るなど、余興として定着している。なお、住吉踊り大道芸の住吉踊りも、参照のこと。a 六助は、芸人、芸能の逸話を収集した著作、芸人その世界で、カッポレについて、以下のような逸話を記している。ABCDEFG 壇上 辰ツオカサホコと、芸能1、カサと踊り、別府大学会、ドイ、10.32289、GK02203、https コロンスラッシュスラッシュドイドット .org スラッシュ10.32289スラッシュ GK022032021 年10月25日閲覧。芸能名言辞典 P39。ありがとうございます。